さんこんにちは。鎌倉もののふチャンネルでございます。鎌倉もののふ大将鎌倉さとしでございます。大場の影近は頼朝が生きてようが死んでようが勝敗はついたっていうふうに言っています。ただ勝敗はついてません。なぜかというと梶原の影時がですね、自分の目で源の頼朝の首を見てからだっていうふうにね言っていますし、伊藤の助近が頼朝が生きている限りは勝ったとは言えないっていうふうに言っていて、でこれも確かにそうなんですけど、そういうことじゃないんですよね。そもそも大場の影近が平清盛から受けていた命令が源の頼朝を追討することではないので、源の頼朝軍を小天板にしたからといってですね、それで勝敗がついたってわけではないんですよ。そもそもの命令違いなんですよね。なのでちゃんと命令を遂行しないといけません。ただなんでこういう言葉が出るのかっていう裏には、大場の影近にとってはもう源の頼朝を捕らえるまでもないんですよね。もうその時点で大場の影近自身はある意味目的を達成している。それはこの戦いによってですね、大場の影近にとって最も利益になるのは中村や三浦をですね攻める口実を得ることができたということになります。まあ、つまり相模の国をある意味ではほとんど手中に収めることができるんですよね。まあ、なのでこういった発言が出るのはおかしくないというふうに思います。それと梶原の景時や伊藤の助近がまあやっぱり首をはねろって言ってるんですけど、この当時はですね必ずしも敵将の首を取るまで戦うとは限りません。ある程度ねやっつけたらもうそれでよしというのがね、まあ当時の戦い方でもあると思うんですよね。あえて首までは取らない。それを不服そうにしている梶原の景時がいるわけなんですけど、まあこの後ね人殿岩屋のシーンを得て、まあ梶原の景時は源の頼朝に組みしていくということなんで、やっぱりちょっと大場の景近をね少し不甲斐ない感じに描いてるんだなっていう感じがします。その辺はちょっとやっぱ残念は残念なんですよね。なぜかというと人殿岩屋っていうのは源平盛衰記、まあ源平盛衰記に記されているだけで、まあ基本的には創作なんですよ。で梶原の景時がその後実際どうしていたかというところに関して言えば、その後もですね大場の景近の軍勢の中でですね最後まで戦っています。で六本松の戦いでも戦っていますし、鎌倉が結局落ちてしまった後に大場の景近と共に敗走しています。でもし事前に寝返っていたとか事前に吉見を通じていたなんてことがあるんであれば、もうその時点で梶原の景時はね投降してておかしくないんですけど、大場の景近が10月の26日に首をはねられた後もずっと潜伏していました。そして翌年になってようやく梶原の景時は投降してきます。なので比較的最後までですね平家軍として戦っていた、割と忠義を貫いていたね男だと思うんですよ。なので梶原の景時の一族としてはですね、人野の岩屋で裏切るような行為をしていたというのはある意味で非常に屈辱的というかですね、まあ裏切り者の汚名を着せられてしまうということでもあるので、一族としては非常に残念ですね。はい、続いてですね新田の忠常が北条の政子の元へですね現れて敗北したことを知らせます。でこれはですね草燃えるでは左源太がね行っています。同じような描写になっていますよね。で新田の忠常がですね戦で活躍しているシーンが全くありませんでした。本当になんか怯えて逃げているようなシーンばっかりで、この時はまあ13歳なので、まあそれもしょうがないのかなっていう気もしますけども、後々ですね北条の時政の命令によって比企の義和をですね殺害する男なので、まあ新田の忠常ねちょっともうちょっと活躍してほしかったなという気は正直します。ちょっとね新田の忠常って本当はもう少しダーティーな男っていうか片鱗を見せてほしかったんですけどね。で、人殿岩屋のシーンなんですけども、第2回で須藤の常俊のね矢を刺さってるのを発見して矢に名前が書いてあるっていうくだりがありましたよね。それの伏線の回収が行われます。ただ源の頼朝の大袖のところにちょっと挟まってるだけで、それを源の頼朝がねひょいっと引っこ抜いてるんですけど、まあ実際の史実としてはもう鎧に刺さってしまってて引き抜くことができないぐらいだったはずです。なので後々源の頼朝がね、逆転してね勝った時にですね、乳母の山の内の尼がですね自分の子供の須藤の常俊のですね除名嘆願をするというシーンがあるんですけど、まあその時に源の頼朝がですね山の内の尼にですね自分の矢の刺さった鎧
鎧を見せて、その矢にですね、須藤の常俊の名前が書いてあるのをですね、見せると。そうすると山の内の尼はですね、もう諦めて、まあ帰っていくと。除名嘆願を諦めたという話があるんですけど、今回はね、おそらくその話がなくなるってことなんでしょうかね。先に引っこ抜いちゃいましたんでね。はい、またですね、源頼朝がですね、元取りに隠していた観音を取り出します。その観音をですね、人殿の岩屋に置いていきます。で、これは確かに史実であるんですけど、不可解だなと思いました。それはなぜかというとですね、烏帽子をですね、元取りに祝い付けてるんですよ。固有意というもので。なので、一旦烏帽子を外して、元取りを解かないとですね、観音は出てきません。むしろ、あんな簡単に取れてしまうようだと、観音は動いてるだけで落っこってしまいます。元取りの中に入れてるということは、烏帽子を外さないと出てこないですし、あんな手袋したまんまですね、簡単に取れるわけないんですよね。なので、非常に謎です。この後ですね、最も不可解で残念な、加納の重光の死に方なんですけど、もう70歳の歴戦の勇士ですよ。源の為朝をね、鎮西八郎源の為朝を征伐した、加納の重光。そんなね、歴戦の勇士がですね、今更鎧が合わないなんてね、言い出すわけないですよ。で、堤の信長の時もそうですけど、もう少し尊厳のある死に方をさせてあげてほしいですね。加納の重光はですね、大場の影近軍に囲まれてしまって、まあ、老齢でもありますんで、もうこれ以上はね、足手まといになるということで、自ら自害したというふうにも言われてますし、その時にね、孫の田代の信綱にですね、解釈を頼んだというふうにも言われています。伊豆の国の最大のですね、派閥、加納の工藤党のボスですからね。やっぱり華々しくね、散って欲しかったなっていうのがありますよね。三谷幸喜さんなんで、まあ滅びゆく人たちというかね、死にゆく人たちに花を持たせてくれるのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあちょっと今のところね、すごく残念な死に方が多いなっていう気はします。さて、今回の最大の山場である、北条の宗時の死について。草燃えるではですね、伊藤の助近の軍勢に囲まれてしまいまして、架空の人物である伊藤の助行によって、殺されていますが、今回はですね、それとはまたちょっと別のね、死に方をしています。ちなみに史実ではですね、伊豆の国の小平井領主の小平井の久重によって撃たれています。今回はですね、善治によって闇討ち、まあ、つまり暗殺されてしまってるわけなので、まあ、史実とはちょっと違う感じですよね。ただまあ一応ガイドブックには、伊豆の国の平井号で撃たれたっていう風にされているので、まあ一応史実に近づけてはあるのかなという気がしますね。ただ北条の宗時の死に方もちょっと残念な死に方だったなという気がしますね。はい、でこの頃ですね、甲斐の国へ向かっていた北条の時政がこのまま逃げてもいいんじゃねえか、大場に頭を下げてもいい、源の頼朝の首を持っていけば許してもらえるんじゃないか、頼朝は大将の器じゃねえっていうふうに言っています。でこれはね、まあ当時の武士たちの性質を非常によく表していると思います。で、まあ、それを裏付けるようにですね、まあ別のシーンで北条の宗時が、実は平家とか源氏とかどうでもいいっていうふうに言ってます。で、これはこの二人の親子のセリフっていうのはですね、まあ結局のところは担ぎ上げてる。利用してるだけなんだと。別に源氏の家人だからね、その責任でもって挙兵してるわけじゃないんだっていうことをやっぱり言ってます。西から来た奴らの顔色を伺って暮らすのはもう真っ平だ。坂東の世を作る。そしてそのてっぺんに北条が立つ。っていうのはですね、まあ、かつて坂東で平野正門が掲げたスローガンですよね。まあ、ただ大義名分が立派でもですね、結局滅んでしまっては元も子もないわけですよね。なので、北条の時政が言うように、その時その時で情勢を睨み、自分たちが生き残れる道をですね、しっかり見定めて、あっちへ着いたりこっちへ着いたりですね。まあそれはもう当たり前の時代なんですよ。結局大義名分では大きいことを言っても、最終的な目的っていうのは自分たちの領地。それをいかに広げられるか。もうそれに尽きる。それが最大の目的なんですよね。なので北条の時政の言葉っていうものも、まあ、非常に当時の武士をよく表していると思います。そのために、頼朝の力がどうしても必要だ、辛抱しようぜって言っているですね、北条の宗時の言葉、まあそれを受けてですね、北条の義時が後に鎌倉幕府の執権としてですね、その頂点に立つというところで、その時までですね、それが兄との約束、まあ辛抱していくということが兄との約束なんだろうなというところで、まあ今回第5回が終わっていきます。第6回はですね、おそらく人との岩屋以降のね話になっていくので、まあ、そこもね、楽しみにしています。また次回もお楽しみに。参考になったよっていう方はね、ぜひいいねボタンとですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。